どうも、サーフゲームの鬼黒メガネです。ただいま時刻が4時半。福島県いわき市は、新米港、こうやって南側の駐車場ですね。もうすでに車が1台、2台、3台、4台、5台と。車が5台止まっております。これ違うのか？お、来た！これも来た！6台目。ね、私含めて7台目。いやー、きつい！本当に！今日もう3時起き。クソ寒い中、なんとかね、コーヒーで目を覚まして。座布団が釣りたい。座布団を釣らなきゃ終われない。ということで、老体に鞭を打って、クソ寒い中、やってまいりました。新米粉もなんかだんだんちょっと渋くなってるんじゃないかっていう話も聞くんですよね。座布団、小座布団でもいい。とりあえず60オーバーを釣って今シーズン終わらせたい。今日釣ったらもうやらない。5月までサーフやらない。そういう思いでやっていきたいと思います。これわかる？月明かりが左上にほぼ満月かな。どうなんだろうね。なんか夜のうち餌食っちゃって釣れないんじゃないかっていう心配もあるんですけど、わかんない、そこら辺は。とりあえず気合を入れてやっていくぞ。今日でじゃないな、今日から仕事始めの人も多いはずなんですよね。だから多分人は若干少ないとは思うんだけど、そこ人いんのか？いないな。あれですね、前回夜中のうちに稲田じゃなくてわらさをボンスか釣ったとこ、同じとこですね。人がいない。よし、ここで粘るか。ああ寒い。ウェッジから行くか。ウェッジ120ピンク。よし、やっていこう。暗いうちはもう競争ただ巻き。なんだろう、ウェッジじゃない気がする。今使うべきはウェッジじゃない気がする。釣り人としての予感。ハマオのグロー、これにブラックライツ照射。もうはっきりと視界に訴えかける。ちょっと暗いうちからフルキャストしても続かないから、もう手前寄ってきてるものを軽く狙おう。日の出までまだ2時間ある。本番は日の出。それまではちょっと余力を残しておきたい。
なんかいるな。なんかキスバイトがあるな。コツンコツンって。そろそろ来るか。だけど、元気がいいな。40は超えてますね。まあ逃がしてもいいけど、せっかくこうラストヒラメだから持って帰ろう。隣の人も釣ったな。当たりの日かな今日は。サイズが欲しいね。ナブラは確認できないですね。いや水触ると手いって嬉しいけど、釣れたのは嬉しいけど指が痛え。はい、いかがでしたでしょうか。4時半新米湖の南側のあの小さい駐車場、あそこに車を止めてエントリーと。で、8時までやってましたね。8時まで。周りの人もポツポツ釣ってたけど、そんなに釣れてなかったかな。言っても、バッコンバッコン釣れてたわけじゃなくて、ポツポツっていう感じ。青物はいなかったと思うな。ナブラ、鳥山、一切なし。で、8時まで。8時までっていうことは、どれぐらいやってたんだ ?3 時間半 !3 時間半やって、1枚だけ自分釣れて、あとはもう何もない。何もなくて、ちょっと休憩しまして、で、9時半から今度は新米湖の北側のね、今いる大きい駐車場で2時間ほど上げ狙いですね。干潮からの上げ狙いで2時間やってましたけど、相変わらず鳥山なし、ナブラなしで、他の人も釣れてないっていう感じでしたね。でこう乱岸してたんですけど、カタクチイワシが打ち上がってましたね。いっぱいじゃなくてね、ポツンポツンとね。まあね、ベイトが打ち上がってるってことは全然チャンスはあるんでしょうけど、ちょっときつい、正直もうきつい。どうしてもね、魚釣れたらビニールプール作るじゃないですかね。もう水に触んのがもう嫌だ。もう
もうほんとキンキンに冷えちゃって、いやちょっと無理ですね。もうこの辺かなと、この辺でちょっとサーフは打ち止めかなと思いますね。ちょこれ以降どうしてもヒラメ狙いたいって言うんだったら堤防でやるか、もしくは泳がせかな。ちょっとサーフはぼちぼちお休みさせていただいて、5月頃またちょっと再開したいなと思います。気が向いたらサーフやるかもしんないけど、基本的にはちょっと今日でちょっと締めさせていただきたいなっていうのがありますね。あとはもう1月2月3月はカレー釣りのシーズンね、カレーののっこみのシーズンですんで、カレー釣りをやってみたり、あと4月ちょっと暖かくなってきたら今度はチアユとかね、あと缶釣りもいいでしょうしね、みたいなことでちょっとサーフの方は勘弁してくださいということで、もういいでしょう、最後釣ったからいいでしょうね、おじさんはもう限界ですということで、サーフゲーム目当てで、このチャンネル登録されてる方申し訳ございませんちょっとおじさんはこの辺でギブさせてください。また暖かくなってからサーフゲームねしたいと思います。それではバイバイ。